どんどん増えていく。蓄えたその力を一気に外へ。動くと殺す、念を使うと殺す、声を出しても殺す。分かったらゆっくり目を閉じろ。二度と俺たちの前に汚ねえ面出すな。ソリッドスクリプトサンダー。今の誰にも聞かれてなかったよね。へそとかロボットに必要なのかね。うわ、これも必要なのか。お前の番だ、開けよ夢子。ずーっと探してた。私にとって最高の女、会長のような人間を、私を支配してくれ。本物のようですね。しかし不思議です、なぜ剣を使わないのですか。私など素手で十分倒せると。この謎はつまり、キー君が彼女の前でベルノートリオの何かをしたってこと。いい子だね。すぐ終わるからちょっと待っててね。ナンバースリー、剣舞の森山七希。これ私らが見たら年齢制限的にまずい。髪切っちゃったの。ミュリーが長い髪好きだったのに、もったいない。カズ君に聞いたよ、相手はストームライダーなんだって。ねえ、まさか落ち込んでるんじゃ。下半ちんちゃえあればいい、下半ちんちゃえあればいい。すがすがしい戦いだった。これで私の23連勝だな。私の思いなどどうでもいい。ヒューガ様の望みを、ヒューガ様の願いを私は叶えて差し上げたいのだ。本当にビクトルのことが好きなんだね。ユーリ君とビクトルが戦ってるとこ早く見たいな。やめてください。セイジさんは厳しくて乱暴で人と違うところがあるけれど悪い人じゃないです。でもそれで圧力制限を解放します。仕方ねえ、頼むぜ兄貴。地上の居住権取ってきてくれよな。